お前と剣士はなんで俺を動画映しないんだってっていう風にね、怒られましたね。一番監督に信用されて、使われたのが岩瀬チームで、これも最後までまだね。お二人、星野さん、落合さんの喜怒哀楽というところを切り口にちょっとそれぞれ伺っていきたいんですけれども、最初にまあ星野仙一さんの喜んでいる姿っていうところですね、まあ、もしくはご自分がこう喜ばせられた、褒められたっていうような部分を、それぞれちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども。あんまり褒められたことないんですよね。僕はどっちかというと叱られ役で、第二次政権の時でさえ、ね、僕ももうベテランなんですけども、結局、ミーティングでは僕が叱られるというね、誰が何やっても僕のところに飛んでくるっていう、もう武田君と紀藤君がいつもまたあいつ叱られるぞってね、クスクスしてるのが、記憶にあるんですけども、でも僕がプロ初勝利をね、した時に監督からね、手渡しで賞金をもらったんです。これはね、おそらく監督賞とは違う賞金で、その時に、34万円をね、お世話番号にちなんだお金をいただいたんですけど、これと、まあ、ぶっきらぼうにほれと言ってね、くれたわけなんですけども、その34万っていうのはね、僕の当時の月給だったですから、嬉しかったですね。まあ、まあ、背番号分のね、背番号の監督賞を別府でいただいたっていうね、リリーフで投げただけなんですけども、リリーフでプロ初勝利だったんですけども、まあ、その時のことはね、ありますけど、まあ、喜んでる、その次の年ですかね、星野さんがテレビのね、番組で、僕らがのインタビューを聞いてね、こう、本番中にその涙を流してたっていう、でもすごく印象に深いんですけど、僕とかね、若い選手が、決意表明であったり、まあ、監督に一言伝えたところ、まあ、本番中にね、結構号泣してたのがすごく、まあ、嬉しくてですよ、嬉しくて泣いてたのがすごく、思い出にありますけどね、まあ、怒ってたのはしょっちゅうだったので、はい、はい、94年に沢村賞をいただいたときに、球団とかから連絡来る前に星野さんから連絡したんですよ、ね、あの時に、まあ、星野さんが、沢村賞の選考委員だったっていうのもあるんですけども、まあ、沢村賞取ったぞっていうねことを僕の方に、直接電話をくれまして、まあ、あの時星野さん嬉しそうだったですね。やっぱり僕の場合は99年に入ったんですけど、その年優勝したんですよね、リーグ優勝したんで、まあ、やっぱり優勝した時はね、すごく喜んでる顔は浮かびましたけど、ただ胴上げのところに僕と剣心参加しなかったんですよ。やっぱりどうしていいのか分からなくて、胴上げの輪に入らずに、僕と剣心センターに向かって万歳してたんですけど、それをちゃっかり監督見ててですね、次の日にお前と剣心はなんで俺を胴上げしないんだってっていう風にね、怒られましたね。あ、やっぱりちょっとそういうみんながその監督に向かってこう、はい、上げてほしいみたいなのがあるわけですね。だからその上げてる中に僕と剣心がいなかったことに対してすごく怒ってましたね。じゃあちょっと続いて落合さんの、まあ、落合監督としてのですね、喜の部分、喜びの部分をちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども、まあ、就任当時の方がよく笑ってたなってイメージはあります。2004年、5年、6年ぐらいはね、なんかベンチでもいつもニコニコしててっていうね、すごくそんな感じはしない今じゃ、うん、もう最初の頃はよく笑ってましたけど、でも僕が一番印象残ってるのは、やっぱり2006年だったかな、ジャイアンツとの試合、最後、タイロン2が満塁ホームラン打った時あったじゃないですか。うんうん、あの時に、監督自ら、ガッツポーズして抱き合ってたじゃない、うんうんうん、あのシーンがやっぱり一番ね、喜んだ中の表現が一番大きかったかなとは思いますけどね。その前に、神宮で試合あったでしょ。はい、その3連戦の前、多分神宮なんですよ。その試合の後にね、その神宮って三塁のファールグラウンドからレフトに行ってロッカー帰るじゃないですか。その時にファンから大声援を受けてね、僕先頭の方を歩いて、監督の後ろ歩いてたんですけど、監督すごくもうね、その時泣いてて、でああいうファンの方の声援って嬉しいんでしょうね、落合さんでしたはね。ファンから落合頑張れって皆さんから、レフトスタンドからもね、
大合唱があって、あれを見て監督が泣いてるのはすごく覚えてるんで、まあ、タイロンの時もね、随分感動してましたしね、あんまりあえて人目をはばからず泣くような、感じではない人なんですけども、それは僕もすごくイメージありますね。ノーヒットノーランの時は喜んでおられたんですね。2006年のね、あの時はもう随分あの天王山だったので、まあ、随分とね、喜んでおられましたけども、でも僕がイメージが一番あるのは、その後のね、阪神戦のその2つ後の登板なんですけど、甲子園でね、タイガースが9連勝か10連勝してきて、前の日に川上憲伸で負けてね、ゲーム差が詰まったんですよ。もうこっちはマジック出てるんですけども、今日負けるとやばいぞっていう時に、実は試合前にね、監督付き広報から、監督昨日寝てないんだよねっていうね、泣いたらデーだったんですけどね。そんな話を聞いて、あ、じゃあもう本当頑張んないとなっていうところで、僕もその阪神戦の前の登板でノーヒットノーランしてるんで、甲子園がちょっと異様なムードでね、もう先立ってたんですよ、相手チームもファンもね。まあ、そんな中で、投げましたけども、まあ、初戦ね、まあ、謙信で取られて、これ連勝するともうなんか、もう背中に手が届くぐらいのところだったのでね、ここだけはと思って一生懸命、頑張りましたが、その時のやっぱ完投はしなかったんです。8回まで投げて勝ちましたけど、まあ、最後は点差があったんで、多分岡本君が投げたんじゃないかと思うんですけども、やっぱその後はすごくね、喜んで、握手してもらった記憶が、関東じゃない時にあんだけこう、喜んだ握手ってのは、なかなか珍しいですね。はい。続いてですね、喜怒哀楽のドの方に、ちょっと移っていきたいなと思うんですけれども、まずちょっと星野さんのドからなんですが。やっぱり僕入って、甲子園でですね、阪神の外国人誰か忘れましたけど、その外国人にスリーラン打たれて逆転負けしたんですよ。で、試合終わってから中村さんと2人監督の部屋に呼び出しを食らいましてですね部屋に入ってですね、どっちが悪いんやとまず第一声がいや、もうどっちが悪いってもう間違いなく投げた僕が、ね、甘く投げてしまったんで僕が悪いんですけど、これ自分が悪いって分かってるんですけど、ずっと沈黙してたら中村さんが、いや僕は悪いですって言ってくれたんですよ。で、その中で監督がもう覚悟はしてたんですけど、第一声で、いや俺はもう殴らんと、その代わり罰金取るって、と明日30万持ってこいって言われましたで、実際そうやって言われましたけど、結局もう払う準備はしてたんですけど、結局払うことはなかったんです。監督の月の広報の金山さんがもう持ってこんでいいぞという話で収まったんですけど、まあ、その時はもう覚悟しましたけどね。なるほどなるほど。でこそ山本さんとか中村武さんとか結構こう怒られ役みたいな感じになってたんですかね。いや、もう中村さんがしょっちゅうですからね。中村ほどじゃないですけども、そのピッチャーが何かすると、まあ岩瀬が入ってからはやっぱ毎試合ミーティングがあるんですよ、ドラゴンズは試合後にね。で、上がりのピッチャーもそのビジターの時は必ずそのミーティングに出るんですけども、若いピッチャーがね、なんかやると必ず僕のところに来て、何を言うかというと、お前がやるから真似するんだという話を僕に必ずね、必ず、おーマサーっつってね、僕のところに必ず飛んでくるんで、それを見てる武田紀藤が二人で大笑いしてるってね、図式なんですけども、いいな、万ちゃん武田の電話部屋に行ったのね、あの大きな部屋に。そうですね、だからそれが初めてだったんで、僕はあの武田の大きな部屋で、ミーティングで全体みんながいる前で怒ってる分には、それはもう見慣れてたじゃないですか、うん、部屋に個室で呼ばれるのは初めてだったんで、それが一番インパクトありましたね。俺何回かあるけどね、はい、なかなか逃れられないんだけどねまだあの時はだから靴脱いで、ただこれ記事にできるんですかね、喋ってまあもうでも、もう
30年ぐらい前の話だから、もう、あれじゃない？もう、時効なんじゃない？まあでも、そんな話をね、売りにしてるわけじゃないけど、まあでも、僕ら、これ、たけしもそうだけど、僕とか、こう、中村っていうのは、こういう話をしといて、最後に星野さんが一番の恩人だというふうにね、持ち上げるのが上等手段なんで、まあ手段が本当そうなんですけどね。必ず、まあ、でも星野さんはね、僕、マサは、俺に叱られたのをみんなに自慢しとるって言って、なんか嬉しそうに言ってたって話を聞いたことがあって、あいつは俺に叱られたことをみんな自慢してるんだよなっていうことを言ってたそうですから、まあ、差し障りないぐらいに広めたいと思います。特にどうでしょう、星野さんに怒られた中で、なんとか印象深い話なんかありますでしょうか。いや、いっぱいありすぎますけどね。まあでも、今、まんちゃんが言うように、まあ、本当に褒めない人でね。ただ、僕と中村とか、まあ、他の選手もそうなんですけども、叱られてるうちが花だというのは、こうロッカーで話してましたんでね。やっぱ叱られなくなったら、もう2軍落ちだなと、叱られてる間は使ってくれるってことで、僕らも本当に叱られてほっとしてるような、ところがあったんでね。そうですね。まあでも、普段からよくね、ただ礼儀とかそういうものでは叱られたことないです。ちゃんとしてたんだと思うんですけども。そうね。でもまあ、自動販売機に左で突っ込んだら、頭叩かれたりね、お前突き指したらどうするんだと、いうようなところもありましたし、さっきマンちゃんが言った罰金もね、結構、みんな取られましたけど、でもその分給料が上がってたっていうね、ところもありますから、計算して怒って、ってた部分もあるのかなっていうね。ユニフォーム脱いでね、家に招待されたこと何回かあるんですけども、優しいんですよ、めちゃくちゃ。嘘っていうぐらいね。ですからそう考えるとね、まあ計算して怒ったのかなっていうね、ところはありますけども、まあでも選手のことに関してはやっぱり守るという気持ちは強かったですね。じゃあちょっと続いて落合監督の、怒っている姿、ちょっとあんまり、まあ、第三者的にはあんまり印象も薄かったりするんですけれども、お二人の中でどうでしょう、こう落合さんの怒ってる姿っていうのは、印象はありますでしょうか。僕は、直接は全くないです。で、間接的にはね、でもほとんど見たことないですね。山本さん、あります？はい。だからなんか逆に噂話でね、あの人怒ってたぞとか聞くことはありますし、例えばその辞めてからね、なんかなんか裏切るとかそういうのがすごく起こる感じはしますね。そのオフに、聞いた話とかね。シーズン中ってあんま起こんないよね。見たことないですよね。まあ、森さんとか僕らピッチャーなんで、森重和コーチがね、本当にピッチャーの方統括で、まあ、本当に一言も監督口出ししなかったんで、そう考えると、まあ、全部ピッチャーのことに関しては森さんがやってたんで、僕らの目の前でなんかこう声荒げることってないよね。ないですね。まあ、冷静にね、負けても僕これ星野さんと一緒で、みんなの前ではあんま多く語らないですけども、新聞の記事読んで、ああこう思ってるんだっていうのは落合さんの方が多かったですね。だからもう大量失点で、負けても1点差で負けても いっぱいはいっぱいだよってね。負けるときめちゃくちゃあっさり負けるチームだったので、ただ1点差には本当強かったっていう、ところがね。だからその辺が先ほどそのマンちゃんが言った計算してる、まあ、この試合は負けって言ったらね、もうどうでもいいやみたいな、次の競ってるときは絶対勝つとかね。岩瀬さんもちょっとその監督就任1年目は少しちょっとその調整の遅れとか怪我もあって、少し、はい、リリーフ失敗っていう日も多かったと思うんですけれども、はい、こう怒りの感情みたいにぶつけられるってことはもうなかったっていう感じですかね。そうですね、あの時は確かにずっと調子悪くてですね、いつ二軍に落ちてもおかしくない状況だったんですけど、ただあの時に監督がですね、岩瀬は絶対に落とさない代わりに這い上がらせるっていう風に言ったんで、これはもう、じゃあ自分は立ち上がらないといけないっていう気持ちになりましたかね。だからマスコミとかが、もうこのままじゃまずいだろうって言って、一回下に落とせみたいな感じであったんですけど、いや、もうあの人は逆にもう、絶対に落とさないって言いましたからね。
まあでも僕らから見ると、はい、猪瀬が一番恵まれてたんですよ。そうですね。まあ、一番あの監督に信用されて、使われてたのは岩瀬です、チームで。これはもう最後まで、まだね、はい。これはもうすごく感じます。岩瀬がチーム内では一番の信頼を得ている選手というのは、誰の目からも明らかだったんじゃないですかね。まあ、森さんとの関係も良かったし、森さん自身も、岩瀬がいてのピッチャー陣というような感じがしましたんでね。僕とか川上健信とかね、吉見チェンじゃなくて、やっぱ岩瀬がいて、そこから逆算してチームの投手陣作るみたいな、ところありましたんで。ミーティングとかで、チームの合言葉が、もう岩瀬につなげっていう風に言われてたんで、なんとか試合の中で最後、岩瀬につなげばいいからお前たち頑張れみたいな感じの言葉が、ね、あったんで、だから絶対に自分が倒れちゃいけないなって、やらかしちゃいけないなっていう気持ちで常にいましたからね。監督からは、1年間に3敗だけは許してやると、まあ、そういう言葉をもらったんで、だから人間なんで絶対失敗するときあるんですけど、だから失敗しても3回までは許してやるって言われてたんで、だからトータルで常に考えることができました、ね。まあ、ご本人はね、一生懸命虚勢は張ってるでしょうけどね、まあ、ところどころにこう寂しそうな姿が見えたなというのがね、感じましたよね。落合さんの場合は監督自らメニューを変えてしまってたんで。ああ、そんなのもあったね。はい。